やめて。さあ、始まりました。少量チャンネル。イエーイ。今日ははい。何でしょうか。今日はまあ冬ですし。寒いね。今日も風強かったよね。うん。今日は、うん。よいしょ。こちら。何それ。入浴剤を買ってきました。あ、かわいい。ね。しかも、こんなのまで買ってきたんだよね。そう。何これ。花びら。これも、あれなのかな？匂いがしたりとか、あ、うん、そうだね、なんかフルーティーな桜の香りって書いてある。そう、春っぽい。するするする、いいね。そう、なので一緒にお風呂入れたらいいかなと思ってます。やん。なので今から入っていきます。はい、お風呂場に来まして、今日はこの2つをこの中に入れてみたいと思います。どんな色になるんでしょうか。上から取れる。はい、あ、ありがとうございます。これは手で混ぜた方がいいのかな。どうなんだろう。でも混ぜた方がさ、なんか色がよく。かき混ぜてください。あ、そうだよそうだよ、混ぜて混ぜて。ちょっと、はい。で、花びらを、桜の花びらだよね。あ、パラパラ、パラパラ、あ、いいね。すごい、あ、なんかね、入浴剤だね、これも、一応。いい匂いする？する。本当？はい、一緒にここに入っていきたいと思います。はい、うん。始める？始まってる？始まっとけば。いやー、気持ちいいね。気持ちいいね。やっぱ寒い時はさ、うん、湯船に浸かるのいいよね。てかさ、超セクシーショットじゃないこれ。やばいね。やばいね。バンされちゃうかな。で、バンって何？なんか消されちゃうってこと？多分それはないか。これだったら大丈夫じゃない？だって男の上半身だからさ。そうだね。これは大丈夫そうな気。なんか家でなかなかさ、うん、お風呂でさ、うん、お酒飲む人いないと思うけど、これはもうあれなんで。いつも、ね、うち温泉気分。え？いつもこうやって過ごしてんじゃん。嘘つけ。お前が。そんなことない。お風呂で飲まないですよ全然。いただきまーす。乾杯。乾杯。あー、おいしい。あれ、翔ちゃん見えないように気をつけてね。ほんとだよね。あの、見えてたらさ、モザイクかける。モザイクをまずかける。いや、そう。うん。結局ね、うん。今日の朝病院に行ったらさ、うん。あばらに2本、ひび入ってましたよ。あー。痛い痛いずっと言ってたから。うん。なんか、あれかなと思ってたけど。だからね、本当はなんか温めるのはね、どうなのかなっていう感じはあるけど、まあちょっと短時間だったら大丈夫でしょう。うん、うん、痛み止めも戻ったし。え、そのさ、あばらのさ、うん、痛みってどうやって。待って、こんな話すんの。え？いや、もうそのこんな話すの。いいよ、しなくて。そしたらさ、何歌うかの話しよう。なんかお風呂で、
編集 しやすいようにちゃんと自分で話しないの。いやもう全部流そうと思う。え、そうなの、うん、あ、そういうこと全部流そうよ。いいよ。なもう編集しない系 YouTuber、編集しない系 YouTuber。 そうそう、極力編集しないで。そしたらあれね、物を出てもモザイクかけないみたいな感じになっちゃう。あ、それではあの最低限のモラルはあるけどなんか、うん、そうなんかでもあれ、わたさくあのドラマもこうやって入ってたよね、うん、入ってた、うん、もっと広かったけどね、お風呂狭いんだよね。うん、でもたまに入るよね、うちらね、こうやって。そうだね、まあ、うん、で寒い時とかね、そのなんか見てくれる人のコメントで、うん、何あの寝る前に見ますとか、うんうんうん、お布団の中に入って、うん、見ますねみたいな感じで、うんうん、その何俺が求めてた通りの。ああ、そうなの。そう、その寝る前にそういう時に見てほしいな。そう、寝る前に見てもらえればちょうどいいんじゃないかなって思ってたから、うんうんうん、からそのね、でもいろんな人ねいるからね、うんうん、仕事の休憩中に見てますって言ってくれる人もいるし、ちょっとでも他の周りの人がいる中で見るちょっとさ恥ずかしかった。確かにね、なんか電車の中とかでさ YouTube とか見ててさ、うん、あるよね、ちょっと周りの人の目気にするときあるよね。あ、うん、まあそういう感じ。そうだね、まあ気にしなくてもいいとは思うんだけど、うんうん、ね、別になんか多分一人で見た方がうんちょうどいいんじゃない。だって今回の動画とかさ、うん、電車の中で見てるのをさ見られたらさ、えっと思われる。ああ、そうだね、動画ではあるよね。気をつけてくださいそうだね、ね、うん、あと最初にさあれ入れといた方がいいよ、あの苦手な方は視聴するのをおやめくださいって言って。ああ、そうだね、うん、いやなんかそれもなんか、いやなんか本当にありのまま映してますねみたいな感じで言ってくれるから、うんうん、すごく作る必要もないと思ってるし、うん、なんかこうやっていつも通りの生活を見てもらえたら一番いいんじゃないかなって思ってる、ね、うん、危なかった、うん、もったいないよね、こぼしちゃった。そうだね、いつもさ、翔ちゃん、何お風呂でさ、歌歌ってるけどさ、うん、ハロプロばっかり。ハロプロやっぱり多いよね。だね、そうだね、多分曲を そんなに知らないから、うん、だから、うん、ハロプロばっかりやってるね。なるほどね、なるほどね、と思って。何歌うの？俺ね、劇団四季とかね、やっぱ熱唱、ほらお風呂場ってさ、うん、反響するからさ、うん、すごくうまく聞こえるじゃん。そうだね、うん、だからね、なんか劇団四季の曲とか結構歌ってたりする、うん、そうなんだ。でもさ、この間歌ってたらさ、なんかすげえうるさいとか言われた。誰に？翔ちゃんに。覚えてない。めっちゃ言われた。すぐそうやって俺をさ悪者にするじゃん悪者にしてないよ。悪者にするよ。そんなことないねえ。うん、あー、うまいね。うん、まあこれから上がってね、ご飯食べて、ご飯食べまーすね、うん、ゆっくりしましょうか。今日寒いから今日もお鍋でーす、うん、やっぱありがとう、うん、じゃあとりあえず今日はここまでにします。じゃあもし気に入っていただければチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。お願いします。ではまた、またお風呂場からお送りしました。これは何鍋ですか？これはクラムチャウダー鍋でーす。美味しそう、ありがとう。美味しそうだね。あ、そう、キノコたっぷりクラムチャウダー鍋。めい。